はいどうもこんにちは、新雨企画です。今回もね、前回までと同様に九州大学理学部の科学専攻令和4年度の問題、今回は2番のカッコ A の問題ですね。次のシクロペンタノンを起点とする反応について A から C および試薬 AB の構造式を示しなさいという問題です。ではね、早速それぞれの問題について解説をしていきましょう。はい、じゃあ最初は大文字 A の問題ですね。シクロペンタノンに対して HCl、シアン化水素ですね。シアン化水素を反応させると何ができますかっていうことで、まずシアン化水素の部分ですね。HCl の部分っていうのは、例えば塩化水素 HCl を反応させた時と同じように H プラスと Cl マイナス、シアン化物イオンですよね。こういうふうに考えることができます。シアン化物イオンのマイナスっていうのは炭素の方に偏っているので、こういうふうに炭素の上の方にマイナスを書いておいてくださいね。そしたらこのシアン化物イオンというのがこのカルボリーノの部分に嗅覚攻撃をします。ここで注意してほしいのは、まず酸性条件なので、ここのロンペアですね、カルボリーノのロンペアというのがプロトンを孵化してこういうふうな状態になります。そしたらここにシアン化物イオンというのがこういうふうに攻撃してこういうふうになります。これでこの反応は終了です。こいつですね、同じ炭素に OH と Cl がくっついている構造をシアノヒドリンと呼びます。ということでこれが A の構造になりましたね。でこいつはシアノヒドリンと、以上が大文字 A の構造になります。余談ですけど、このシアン化物イオンっていうのはいろんな化学種の中でも珍しく塩基性の低い嗅覚剤なので、こういうふうにカルボニルに対する嗅覚攻撃をするんですよね。ここのアルファ水素の部分を引き抜いたりすることはないよっていうこともね、一緒に覚えておいてください。はい、じゃあ次ね、大文字 B の問題いってみましょう。こいつはこのシクロペンタノンに対して MCPBA という化合物を反応させています。MCPBA ってね、大学院入試を控えている方だったらもうすぐに何のことか分かるようになっておいてくださいね。こいつはメタクロロパーベンゾイクアシッドということで、メタクロロ化安息鉱酸ですね。こういうふうにメタイにクロロがついている安息鉱酸の過酸化物ということです。大学院入試問題にこの MCPBA が出てきたときは、ほぼ間違いなくバイアビリガー酸化かプリリゼフエポキシカです。今回のようにカルボニルに反応させた場合はバイアビリガー酸化になりますし、アルケンのような二重結合に反応させた場合はプリリゼフエポキシカになります。ということでね、今回はこういうふうにカルボニル化合物に対して MCPBA を反応させているので、これはバイアビリガー酸化の問題になります。じゃあね、どういう風な反応が進むのか見ていきましょう。はい、ということで MCPBA の部分はこういう風に略して書いています。この AR って書いてある部分はアレンですね。ベンゼン環のことを表していて、そこから COOOH と COOOH という風になっています。この過酸化物というのは、ここの酸素間結合というのが非常に弱くて切れやすいんですよね。で、ここの酸素についている水素っていうのは普通にプロトンのように振る舞います。なので、この部分って、ここの二重結合のカルボニルの部分がここの水素を引き抜いて、で、ここの酸素の部分っていうのがここのカルボニル炭素に攻撃します。そうするとどうなるかっていうと、こういう風になるわけですね。そしたら元々カルボニルだったここの OH の部分がもう一度カルボニルに戻ります。そしたらここの部分の今結合した酸素炭素の結合っていうのが切れて元に戻ろうとするよりも、ここの非常に弱いといった酸素間結合が切れるということの方が先に起こるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、ここの炭素は今酸素から電子をもらって、ここ手が5本になろうとしています。そしてここの酸素っていうのは1本手が切れたので、手が1本足りない状態になっています。こうすると、ここの部分は手が足りないし、ここの部分は手が余るということなので、ここの部分の結合が切れて酸素の方に結合を作ります。この部分が 1,2,1 と呼ばれるステップです。そしたらこの転移の結果、こういうふうな構造ができます。ここの炭素の部分というのがここの酸素とこういうふうな新しい結合を作りましたよと。で、これちゃんときれいに書いてあると、
こういうふうにカルボニル炭素だった部分とアルファ炭素の間の部分に酸素が導入されましたよと。この結果エステルができるんですけど、こういうふうに環状のエステルのことを特別にラクトンと呼びますよね。で、細かい話をすると、この部分っていうのはもともとここですね、 OH の部分が H がついているので、このプロトンっていうのをこっちで外れた ARCOO- というのが奪っていくので、最終的にはメタクロロ暗則鉱酸として脱離すると。で、今回の生成物はこいつですね。こいつが B の構造になるわけです。このバイアビリガー酸化は因子問題にも必ずと言っていいほど出題されています。さっきちょろっと話したプリリセフエポキシカと一緒に覚えておいてください。どっちの問題もね、概要欄の方に URL 貼っておくので、両方ともね分かるようにしておいてください。はい、じゃあ次、小文字 A の問題ですね。小文字 A の問題はこういうふうに出発物と生成物は分かっているので、試薬を答えてくださいねっていう問題です。これね、たまにある勘違いなんですけど、こっからここって酸素を取っただけだよねっていうふうに考える人がいます。これ違いますからね。これ酸素の部分がこれ書いてないだけで、炭素に置き換わっている反応です。これ酸素が取れただけだと、ここ水素水素になるわけなので、ここの部分ないですからね。そこの部分ね、パッと見た時に勘違いする人がたまにいらっしゃいますので気をつけておいてください。で、ここの部分って略さずに書くと、こういうふうに CH2 となっているわけなんですけど、こういうふうな CH2 二重結合という官能基のことをメチレン基と言います。ということでね、この問題はカルボニールの酸素をメチレン基に置き換えるよという反応になるわけです。じゃあね、このカルボニールをメチレン基に置き換える反応、どんな反応があったかというと、これはね、もうすぐに分かってほしいウィティヒ反応ですね。ということなので、一般的なウィティヒ反応の試薬を使うと、こういうふうになりますね。トリフェニルホスフィンに CH2 がついているよと。こいつはね、リンとここの炭素の部分を分極させて、こういうふうなイディドと言われる形で書くこともできます。この構造に関してはね、どちらを書いていただいても大丈夫です。そしたらね、ここの CH2- の部分というのがカルボニル炭素に嗅覚攻撃、そしてここの酸素の部分というのがリンの部分にくっつくという反応が起こります。こういうふうな形ですね。このようなね、4位間の構造をオキサホスフェタン中間体と呼びます。そしたら、このオキサホスフェタン中間体は酸素とリンの親和性が非常に高いということを駆動力にして分解します。つまり酸素の方とリンの方が結合しますよと。で、その結果、ここのリンと炭素の結合というのが切れて、ここにくっつくんだよと。そうすると、こういう風な構造になりますね。ちょっとここ狭くなっちゃって申し訳ないんですけど、こういう風にここについていたメチレンというのが二重結合になって、ここの酸素とリンの結合というのが二重結合になりましたよと。こいつはね、トリフェニルホスフィンオキシドと呼ばれる化学種で、こいつはもう外れてしまいますから、生成物としてはこいつだよということになるわけです。なので、生成物であるこいつができましたよということなので、ここの小文字 A に入るのはこいつですね。この構造を書けばいいということになります。はい、じゃあ最後の問題いってみましょう。最後の問題は、このシクロペンタノンからこういう構造を作るために、これ酸性条件で何を加えますかと。で、こいつにラニーニッケルという触媒を反応させて水素ガスと反応させると何ができますかと。これもね、かなりよく出てくる反応ですね。この B の問題を解く前に一つ押さえておいてほしいことがあって、それカルボニル化合物に対してエチレングリコールという化合物を酸性条件で反応させると、こういうふうな構造ができることが知られています。こういうふうに一つの炭素から二つの酸素が出ていてエーテルになっているような化合物をアセタールと言います。これはカルボニルの保護基としてよく使われるので、これも一緒に覚えておいてください。で、これと対応させて考えてみると、この構造とこの構造、酸素と硫黄が違うだけですよね。で、酸素と硫黄っていうのは周期表上では同族元素に当たりますから、ほぼ同じような反応性を示すだろうと考えると、この構造の酸素の部分を硫黄に置き換えてあれば、この B になりそうですよね。ということで、この B の答えはこういう化合物になります。このステップは、ここのステップがアセタール保護と言ったのに対応させて、硫黄なのでチオアセタール保護というステップです。
今度この血をアセタール保護されたやつをラニーニッケルという触媒と反応させるとどうなるかと。このラニーニッケルっていうのは硫黄と親和性が非常に高いんですよね。なのでもうこれ反応機構とかはわからないんですけど、ニッケルの触媒に対して硫黄がくっついてそこに水素ガスを導入するっていうことなので、ここの硫黄の部分が両方水素に置き換わります。つまりここの部分っていうのが全てなくなって普通のシクロペンタンになるということですね。こういう風になります。こういう風にここの S がついていた部分っていうのが水素と置き換わるよと。このステップは硫黄を外すので脱硫と呼ばれるステップです。このチオアセタール保護からの脱硫によってここのカルボリルの部分を還元してやるというステップは非常に重要な反応です。この反応はここの部分が特に反応機構とか書けないので動画として紹介はしていないんですけど、人面反応としてモジンゴ還元という名前が付けられています。これ僕も最近知ったんですけどね。でこのモジンゴ還元と対応させて覚えてほしい反応にクレメンゼン還元とウォルフ・キシュナー還元というのがあります。この2つの反応も今回のモジンゴ還元と同じようにカルボニルの部分を還元してやってこういうふうに水素化するよという反応になります。このクレメンゼン還元とウォルフ・キシュナー還元の動画はね、すでに作っていますので、ぜひ概要欄の方から飛んで見てみてください。はい、というわけでね、ダイモン2番の解説は以上になります。今回の動画で出てきたシアノヘドリの生成、バイアビリガー酸化、ウィティヒ反応、そしてモジンゴ還元ですね。この4つ、ないし、ここ分ければ5つですよね。5つの反応っていうのは全て大事なステップになってきます。まあね、最後に説明した血をアセタール保護からの脱硫というステップはそれぞれ1個ずつ出題されることってあんまりありません。ここからこれを作るのにこういうふうな一連の反応として紹介されることがほとんどです。今回の動画で出てきた反応が1個も出題されない因子問題って多分ないと思うので、必ずね、全ての反応が理解できるようになっておいてください。今回の動画もね、ここちょっと解説まずいんじゃないというところがありましたらコメント欄の方に書いていただけると助かります。特に何もなかったよっていう方もね、コメント欄の方をぜひ覗いてみて、そういう風な間違ってるよみたいなコメントがないかっていうのをチェックしていただくのと、あとよかったらね、コメントの方もしていっていただけると嬉しいです。今回の動画役に立ったよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。この九州大学の因子問題ね、まだまだ続きますので、よかったらね、通知をオンにしてお待ちください。それではバイバイ。はい、というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ご指摘、リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。